久保さん。ジャルジャル面白いですよね。まあ今回はピカソにしましょうか。なんかね、堀江さんが秋元康さんに言われたのかな。なんかまあよくこの話をするんですけど、まあ秋元康さんが堀江さんに言ったのかな。なんかあの、ピカソ。ピカソって2万点ぐらい作ってて、その絵,絵を作ってる人で2万点も作った人ってピカソぐらいらしいんですよ。そんな作った人いなくて。で結局それ、爆発をこう踏んでて、 で結果的にピカソもいろんな綺麗な絵とかも描けるんだけどもそのたどり着いた境地っていうのがあのちょっと、うん、これ価値があるのってこれ絵,を絵が綺麗い絵が上手いって言えるのっていうその絵が評価されるっていうことが分かったらしいんですよね。あここの中途半端というかねこういうそのデッサンがなんか価値があるんだっていうことにたどり着いたというか。 あの当たったっらしいんですよ、ね、でもいろいろな作ですよね綺麗なそな描写とかいろんないろんなその絵を描いてきた中であのムンクの叫びとかもピカソですかねムンクの叫びってピカソですよね多分ムン,ムンクの叫びピカソムンクの叫びは ピカソの作品じゃないのかうん。ムンクの叫びは、ムンクの叫びは誰が書いたあ、すみません。ムンクの叫びはピカソじゃないですね <laughs>。これ今検索したら <laughs>、僕とおあ面白いですね。Yahoo の知恵袋がなんかねムンクの叫びがピカソの作品だと思ってる人いますかっていうところで、 結構これね、あれですね。ニーズありそうだな、これ。<laughs> そう、勘違いキーワードってのもありますからね。そう。あその、ピカソか。あの、そう、最近僕も、あの、何すかね、あの、あれを買おうと思ってて、今、アマゾンでちょっと調べてるんですけど、あのあ、あれですよ。あの、久保さんも知ってるかもわかんないですけども、結構有名な人なんですよ。 欲しいものリストに今入れてるんですけどバンクシーだバンクシーだこのバンクシーのこのこれこれバンクシーですねこれを買おうかなと思ってるんですよねそんなたいや高くないんです4000円ぐらい3点でこれ4000円ですねはいこれバンクシーの、はい、4000円ですね四千。4, 円これちょっと飾ろうかなっていう 多分まあ、バカバカずっすかね、まあ。バンクシーもなんかまあ多分いろんなところでその落,落書きというかねいろいろこう書きまくってきたと思うんですよね。うん、とりあえずあの数やらないと、まあ、始まらないかなっていう。まあね、天才だったら分かんないですけどほとんど天才じゃないので天才じゃない人がまあ何かを成し遂げるってなった場合、まあ、堀江さんも数やってるし秋元康さんも数やってるしピカさんも数やってるし じゃあ、あなたは何者なんだっていうね <laughs>。もう本当に、ね、それに尽きると思いますね。うん。そう、あなたが堀江さんより才能がある。いや、秋元康にある才能がある。ピカソより才能がある。であるならば、ちょっとの数で成功できるかもしれないですけど、まあ僕はすいません。あの、堀江さんとかピカソの30倍ぐらいやんないと無理じゃないかなと思ってるんで。いや、100倍、100倍ですか。そう。いってらっしゃい。